アレッサンドロシェプフは、オーストリアチロル州、ウムハウゼン出身のサッカー選手。オーストリア代表、ドイツブンデスリーガアルミニアビーレフェルト所属。ポジションはミッドフィールダー。オーストリアの U16 ブンデスリーガでプレーしていた、際に、FC バイエルン・ミュンヘンにスカウトされ2009年に、同クラブのアカデミーに入団。2012年、バイエルン・ミュンヘン2に昇格。 2013年9月、チームメイトのユリアン・グリーンと共に、プロ契約を結んだ。2014から15シーズン、ドイツ分で3が2部の1、FC ・ニュルンベルクと契約。2014から15シーズン開幕戦の FC、エルツゲビルゲアウェイ戦でデビューを果たした。2014年9月29日、ホームの1、FC ・カイザースラウテルン戦で2ゴールを決め、 同リーグで自身初ゴールを記録する。以降はトップチームの主力選手として定着し、32試合のリーグ戦に出場5得点7アシストを記録する。翌シーズンも主力選手として19試合に出場し6得点4アシストを記録、リーグ3位に貢献する。2015から16シーズン中にドイツ分で3が一部のシャルケレイ4からオファーを受け、 2016年1月9日に、医薬金500万ユーロで移籍した。契約期間は2019年6月30日まで。2016年1月30日、アウェーでの SV ラルムシュタット98戦で、ドイツ分リーが一部でのデビューを果たす。2016年1月から6月までの半期で、リーグ戦13試合に出場し3得点3、アシストを決める。 2016から17シーズン、膝の怪我で一時離脱もあったが、計28試合に出場し6得点にアシストの活躍を見せた。UEFA ヨーロッパリーグ2016から17では12試合中10試合に出場し、準々決勝進出に貢献した。2017から18シーズン、ドメニコテレスコ監督の下、ドイツ分デスリーが一部準優勝を果たした。 ドイツカップでは4試合に出場し、後に優勝することになるアイントラハとフランクフルトに、赤敗するものの、チームの準決勝進出に貢献する。VFL ボルフスブルクとの準々決勝、及びアイントラハとフランクフルトとの準決勝でも、フル出場を果たしている。2018年2月15日、2021年6月までの契約延長が発表された。 2018から19シーズン FC ポルト戦で UEFA チャンピオンズリーグデビュー。フル出場を果たした。チームは決勝トーナメントに進出した。2020から21シーズン、シャルケは歴史的大低迷にあえぎ、4試合を残して2部、降格。同シーズン終了後に契約満了で退団となった。2021年7月19日。 アルミニア・ビーレフェルトと2年契約を締結した。2009年9月15日、オーストリア U-16 代表でデビュー。2010年5月までに U-16 代表として、さらに4試合に出場。2011年10月、U-18 代表として、スイス戦に出場。 2012年3月から2013年6月まで U-19 代表として10試合に出場し2得点。2013年8月から U-21 代表として20試合に出場し8得点を記録した。2016年3月26日、アルバニア A 代表との親善試合でオーストリア A 代表初出場を果たす。2016年5月31日、 マルタ代表との親善試合で A 代表初ゴールを決める。UEFA ユーロ2016グループステージの3試合すべてに出場し、アイスランド代表選考班には得点を記録した。2018年6月2日、クラーゲンフルトで行われたドイツ代表との親善試合でも決勝点を決めた。ドイツ代表に対する勝利は1986年以来であった。 2021年5月 UEFA ユーロ2020のメンバーに選出された。ありがとうございます。